しようか。
もうしまいにしようか。武勲なき者、我が扉をくぐるに値せず、認められたくば戦いを重ねよ。武勲なき者、我が扉をくぐるに値せず、認められたくば戦いを重ねよ。汝らが百の戦いを制した時、力を認め扉を開か。
山猫号、なぜこんな場所に。やはり知っている船のようですね。アルセイユと同じく例の事件で浮遊都市に乗り込んだ空賊団の飛行艇や、もっとも今は空賊稼業はやめたって聞いたんやけど。彼らは事件の後、陛下による恩赦によって無罪放免の身となったんだ。今では飛行艇を使った運送業をしていたはずだが。はあ、そうやったんですか。なるほど。でもその船がどうして。運送業やってるんなら仕事でグランセルに来ることもあるかもしれへんけど、まあいい、とにかく中を調べてみるとしようか。おいおい、そりゃないやろ、誰かおるかもしれへんのに。扉、力ずくで破壊する。せやな。って、だから過激な手段はもうちょっと別の手段を考えてみようや。飛行船の扉となるとかなり頑丈なはずだ。そう簡単には破れない。ええ、もちろん冗談です。だからめっちゃ目が本気やったって。まあいい、ひょっとしたらどこかで鍵が見つかるかもしれん。ここは一旦後回しにしよう。しまいにしようか。無駄です。もうしまいにしようか。見たか、ヴァンダールの剣。
ここは例の戦車が隠されてた倉庫か。中はこんな風になってたんやな。現在こちらの倉庫には他の借り手がついて、もちろん身分の方はきちんとチェックしてあるはずだ。なるほど、まそうですやろね。ケビン、実体化した亡霊やと？
それはさっきの飛行艇の。そうみたいやな。しかしなんでこんなところに落ちとんの。不可解なことばかりだが、これでようやくあの船の中に入ることができそうだな。ええ、早速行ってみますか。よく見えないけど、多分あの石だと思う。私が取ってこようか。いや、念のため俺が行った方がええやろ。みんなは下で待っててくれ。ほう、それが例の封印石とやらか。ふん、この船にあったということは。とりあえず一旦拠点に戻るとしよう。こいつが解放されればまた何か起こるかもしれへんし。うん、それがいいかも。あの小娘か。兄貴たちの方やなかったみたいですね。キールにドルンに一体何があったのさ。え、久しぶりだな小娘。そのバイザー、運送業のトレードマークな。それにしてもどうせ夢ならヨシュアが出てくればいいのに。どうして軍人バカとエセ神父が出てくるんだか。ふん、口の減らない小娘だ。一応エセやないんやけど。ああもう、ヨタ話は聞き飽きたって。一体兄貴たちをどこにやったのさ。だからさっきから何遍も説明してるやん。我々も同じようにこの異空間に囚われた身。お前の兄弟の行方など知っているはずがなかろう。そんな説明で納得できるわけないだろ。そりゃこの場所が普通じゃないっていうのはなんとなくわかるけどさ。でもさっきまで僕たちクロスベルの上空あたりを山猫号で飛んでいたんだよ。なるほど、それで白い光に包まれたと。そうだけど、どうして知ってるのさ。ふん、アルセイユの時とほぼ同じ状況というわけか。違うとすればクロスベルがやや離れた場所にあるくらいか。でも
も地図上ではそんなに遠くないですよね。確か帝国と共和国の間にある。ああ、国際定期船でも1時間ちょいとくらいやね。やっぱなんか関係ありそうやな。だから僕を無視して話を。もういい、僕は山猫号に戻る。あんたらに付き合う義理なんてこれ。でもジョゼットさん。言っておくが、王都はすでに異界と化した。お前たちの飛行艇もいつ何時徘徊する魔物どもに襲われるかわからない状況だ。それでも一人で行動するのか。まあどうしてもって言うんなら山猫号まで案内するけど、ある程度状況が見えてくるまで一緒に行動した方がええやろ。お互いまんざら知らない仲でもないんやし。分かった。正直まだ頭が混乱してどうしたらいいのか迷うけど、兄貴たちと合流できるまでしばらく一緒に行動しとくよ。そっか。言っておくけど、ただ飯を食らうつもりはないからね。一緒にいるからにはせいぜい協力してあげるから、遠慮はしないでよね。首相な心がけだ。まあせいぜい足を引っ張らないように頼むぞ。余計なお世話だよ。見かけによらず義理がたい娘さんですね。ああ、根はとても素直な子だよ。ける一段がこう言ってん。ここに記憶のかけらと祝福を与え。
レリア湖を確認。うん、どうやら国境は OK。 予定通りだぜキール。水力 60%、 進路高度はそのまま維持だ。了解、水力 60% にダウン。進路高度もセット完了だ。よし、規定航路に入ったぜ。あとはこのまま目的地までひとっ飛びだ。ふう、やっと一息つけそうだな。二人とも、おっ今日も無事に時間を守れそうで何よりだね。まったくだ。俺たちカプア特急便は信頼と安心と客の笑顔がモットーの運送会社だからな。空賊だった頃を思うと未だに信じられないけどな。うん、それもこれもみんなアリシア女王の恩赦があってこそだからね。無罪放免って聞いた時はさすがにびっくりしたけどさ。ああ、おまけに資材を使って俺たちの借金の肩代わりまでしてくれたんだ。おかげでこの山猫号も没収されなくて済んだし、あの女王には一生足を向けて寝られないぜ。ええ、まったくだ。この恩義に報いるためにも早いところ女王さんに借金を返しちまわねえとな。うんうん、この調子で稼げばきっとすぐに返せるよ。はい、こちらはカプア特急便。はい、明日の午前中。わかりました。では当日伺いに参ります。どこからの依頼？今度も共和国からの依頼だ。グランセルまで小包を一つと残った。オートってことは明後日の便での配達か。それにしても大繁盛だな。ま、ここまで小回りの利く運送業は他にないからね。そうだ、言うの忘れてたぜ。何なの？と実は帝国から俺たち宛に手紙が届いてたんだ。聞いて驚くなよ。差出人はヨシュアの小僧だ。本当に？へえ、そいつは珍しいな。なんでもっと早く教えてくれなかったのさ。すまんすまん、今朝は何かと慌ただしかったからな。そうだ、ジョゼット、読んで聞かせてくれねえか。もちろんだよ。ちょっと待ってね。確か帝国を回ってたんだよな。さて、今はどうしてるのやら。確かにどの辺にいるんだろうな。帝国っつっても場所にもいろいろあるからな。まあ元気にしてりゃいいが。で、どうしたジョゼット、早く読んで聞かせてくれ。七時古美術品。ん？なんだって？ジョゼット？
一体なんて書いてあるんだ。何が書いこれ、今朝の配達の伝票じゃないのさ。え？それも配達先に控えにどうぞって渡したはずのやつだよ。まさか。はあ、嫌な予感がするぜ。小僧からの手紙は帝国発行の封筒に入っていた。同じく今朝の伝票も帝国発行の封筒に入っていた。ってことは、すまねえ。どうやら間違えて手紙の方を荷物に貼り付けちまったらしい。とにかく急いで配達先に連絡するぜ。きっと荷物と一緒にあるはずだ。ドルニーのバカ！うわ！なんだってこんなミスすんのさ。ほんとありえないよ。ヨシアから手紙が来たって言うから嬉しかったのに。ジョゼット、すまねえ。ジョゼット、こればっかりは全部俺の責任だ。大体兄はいつもそうだ。昔から大雑把でいつもみんなにどれだけ迷惑かけてるか分かっ。おいジョゼット、まだ手紙がなくなったと決まったわけじゃねえ。何もそこまで言うこと。キール兄は黙ってて。そうさ、本当昔からだよ。あの時だってそう、勝手に契約して勝手に騙されて、僕たちがどれだけ。ジョゼット、言い過ぎだ。兄貴だって十分反省してるさ。それに、え、そうさ、何もかも俺のせいさ。俺がしっかりしてりゃ故郷を追われることもなかったんだ。あ、はあ、お前ってやつは何もその話題に触れることはないだろうに。本当なら今も先祖代々の土地で優雅に暮らしてたはずなんだ。楽器を弾いて紅茶を飲んで、たまにパーティーなんかにも呼ばれたりしてな。おいおい兄貴、誰も今さらあの頃の生活に未練なんてないぜ。目先の欲にとらわれて、まい話に乗せられて、気づいた時に残されたのは借財の山だけさ。親父の残した財産だってのに、大バカにも程があるってもんだ。それは何も兄貴一人のせいじゃないさ。ただ俺たちが世間知らずのガキだったってだけの話だ。それでもとにかく俺は。ジョゼット、お前からも何か。全速力で振り切るぞ。了解だ。野郎ども聞こえるか、緊急事態発生だ。戦闘に備えて各自の
の任務を全うしやがれ。帝国ラインフォルト社製山猫号か。知っている船なのか。ああ、顔なじみだ。しかし、このデータ興味深いな。カプア特急便、元空賊どもが今ではやれやれ、全くせせこましい限りだな。まあともかく向こう側に戦闘の意思はなさそうだ。このまま放っておくぞ。待て、僕たちの任務を忘れたのか。今回のテストにまさしくもってこいの相手じゃないか。まさかあれをけしかけるつもりか。今回はあくまでもテスト作動だけの予定だぞ。ふふ、そんなことを言ってるから出世が遅れるんだ。相手が王国軍なら話は別だが、奴らには何の拠り所もない。攻撃したところでリスクなどないさ。それはそうだな。それに13工房も、せっ褒められこそする。処罰されることなんか。わかった。そこまで言うなら。だが、責任は取ってもらうぞ。ジョゼット、見えたか？どうした？見たことのない兵器が数体、全部こっちに向かってくる。完全に狙われちまった。ジョゼットはそのまま後方の機銃で迎撃を頼む。うん、よっ。今機銃モードに切り替えた。どうだ、ちゃんと機能してるか。うん、大地、それじゃ迎撃を開始するね。
からねえが、安心はできない。ジョゼット、右後方に熱反応だ。確認できるか。うん、なんだろう、人が乗ってるみたい。こっちに来る。元空賊風情にやってくれるじゃないか。まさかこのギルバート様が直々に出向く。友人型オーバーマペット、これより山猫号を。ダメだ。ちっこい体でなんてやろうだ。ヒール、速度を緩めんじゃねえぞ。ああ、ジョゼット、ちょっとでいい、隙を作れるか。うん、なんとかやってみるよ。
天かける一段がこう言って、ちょっと待って。
そうさ、何も俺がし、はあ、本当ママ、今も先祖代々の土地で楽器を弾いて紅茶を飲んで、たまにパーティーなんかにも呼ばれた。おい、誰も目先の欲にとらわれて、舞い話に乗せら、気づいた時に残されたのは借財の山だけさ。親父の残した財産だってのに、大バカにも程があるってもんだ。それはただ俺、それでもとにかく俺は、ジョゼット、
どうだ。なんてことだ。パラシュート。違う。これは勝利のクスだ。あれ。どうする？回収するか？え？いや、別にいいんじゃないか？だが、カンパネルラ様もよ。だからこそだ。何しろカンパネルラ様はあの性格でいらっしゃる。ありのままを報告すればむしろ喜んでくれそうじゃないか。ふん、ま、それもそうか。やった。ああ、それも人的被害の心配もないだろう。どうやら結社の奴らも尻尾巻いて逃げたみてえだな。よくやったジョゼット。お前の射撃がなかったら今頃湖に落ちてたのは俺たちの方だったかもしれねえ。ああ、本当に見事なもんだぜ。二人とも褒めすぎだってば。ヒール兄だったらあと少しで振り切れてたと思うし、それにそもそもドルン兄の指揮があったから。どうしたジョゼット。あ、そう、ん、もしかして二人ともまだけ、はあ、お互い素直じゃないというか、なんというか。ほらジョゼット、言いたいことがあるんならさっさと言っちまえよ。うん、ごめんねドルンに。ジョゼット、俺を許してくれるのか、この不甲斐な野兄を。だから、そうだって言ってるじゃん。何度も言わせないでよ。ドルニー、これはなんて幸せ者なんだ。こんな可愛い妹に恵まれて、俺みたいな過保護者はいねえ。
やめてよドルンニ、みんなに聞こえちゃうじゃん。いやそれとキールニ、心配かけてごめん。本当にありがとう。よせよジョゼット、俺は別に何もしちゃいねえさ。お嬢はいますかい。ロッシー、一体どうしたの。いや、さっき積み荷を固定してる時に気づいたんですがね、倉庫の床にこんな封筒が落ちてたんでさ、何か心当たりねえかと思って。それってまさかどうやら届け先にも行ってなかったみたいだな。俺ってやつはどこまでドジなんだか。これなんですがね。帝国の封筒、やっぱり。何か問題でもあったんすか。ううん、もう解決したから大丈夫。届けてくれてありがとう。いやこんなの何でもないっすよ。で、足はこれで。ふう、とりあえず手紙が無事でよかったな。で、一体なんて書いてあるんだ。ふむふむ、もうすぐ帝国を出発するんだってさ。なんでも人を探してるらしいよ。へえ、そうか。で、ジョゼット、お前へのメッセージはないのか。うん、あんまり根を詰めずに、たまには休むことも忘れずに。へえ、さりげないが気が利いてるじゃないか。で、その下にこれは能天気女だね。頑張るのもいいけど、体を壊したら元も子もないわよ。ふん、余計なお世話だよそりゃまたあの嬢ちゃんらしいなしかしまあ、わざわざ便りをくれるなんざ本当に。と、そうこうしてるうちにだいぶ時間が経っちまったな。確かに、あまり悠長にもしてられないね。飛ばすかい。ああ、少しばかり距離を稼いでおくとするか。水力 90% まで上昇。はいさ。この異空間、どういうか。そのも敵なら叩き。そうか、この異空間についてはゼムリア機に。でも人が。分かった、行くぞ。you
もうしまいにしようか。Thank you.